大見市琴音でーす。はい、というわけで本日は伝説の企画抜き打ちファッションチェック、イエーイ。しばらくねやってなかったんだよね。1年も経ってないのかな、どうなんだろう。だいぶね前にやって、もうあの2人はねめちゃめちゃ油断してると思うんですよ今。なのでこのタイミングで抜き打ちファッションチェックして、果たして普段あの2人がどんな服を着ているのか皆様にお届けしたいと思います。それではレッツチェックゴー。はい、ということで私とねはるかさん一緒に住んでるので、ちょっとあのカラコン買いに行くから先に行ってるっていう体で、私は先に行ってる体にします。でもうすぐ時間になってるので、まあ、はるかもうそろそろ来るんじゃないかなって思ってるので、今ちょっとカメラ回してます。それでは待機していきたいと思います。作るかな。やー、抜き打ちファッションチェックでございます。おはようございます。おはようございます。はい、動画はここで終わっていた。だってさ、うん、ちょっとおかしいなと思ったもん。カラコンない雰囲気出してたっけと思って。カラコンはあります。ありますよね。あちらの方へ、全身の方、見たいと思います。これガチのさ、うん、やつだからさ、嫌なんだよ。言ってよー。いや、言わないよ、そんなの。抜き打ちファッションチェックなんだもん。あ、リュック下ろす。だって、何年ぶりこれ。大丈夫。うん、大丈夫。抜き打ちファッションチェック。それでは。まず、このメッシュですね。ちょっと必要ですか。爪。見して。え、かわいい。ラメラメ。そして、T シャツ。ちょっとシワが目立ちますね。シワがない T シャツだから。これはね、ファンの方にいただいた T シャツです。かわいい。このズボンは、うん、最近買ったの。あ、これね、一緒に買いに行ったよね。そう、めっちゃ可愛くないこれ。可愛い、マジで可愛い。これ買って正解だね。買って正解。はい、半ズボン好きだから、半ズボンって言い方ちょっとやばいね。ハーフパンツが好きだから、うん、超一目惚れみたいな。靴はヨルシカです。身長もやるし、最高。最近背高いもんね。あ、腕可愛い。腕はこれ可愛い、チェーン。ピアスも可愛い。ピアスはいつものやつ。可愛い。かわいい。今日のポイントは、うん、ポイントお願いします。真っ白で染めました。夏らしく、うん、結構はるか全身何色で染めるっていうのが流行ってた。自分の中で冬の時はなんか水色みたいなやつもう相手だし、色を統一するやり方苦手なんだよね。コーデがその色が違うもの同士で合わせるのが、だからワントーンにして、うん、まあ、毛抜いててもかっこよく見えるようなコーデです、うん、なるほど。だからみんなも絶対できると思います。前と比べてだいぶおしゃれさ増した気がする。アクセサリーとかもつけてなかったもんね前は。はるかの抜き打ちファッションチェック。全身白でした。はい、全身白編です。はい、続いては真帆ちゃんですね。もうすぐ着くっていう連絡来たので、多分もう着いて上上がってるんじゃないかなぐらいの頃なんで、カメラ構えときます。今日はどんな格好するんですかね。最近スカート履いてないから。確かに。うん。おはようございます。抜き打ちファッションチェックでございます。めっちゃ久しぶりですねこの企画。やばい。あちらで、もうはるかはじゃあやられたってことか。はい、荷物を置いていただいて。今日、黒や。確かに真っ黒だ。ファッションチェック。はい、まずは、イヤホンですね。まずはイヤホン。イヤホン黄色。大事大事。かわいい。あれなんかさ、いつもピンクマスクなのに今日黒マスクなんだ。そう、なんかピンクがちょっと在庫がなくて。家に在庫がなくて。うん。そしてネックレス、かわいい。はい、これはコーチのネックレスなんですよ。かわいい。五反田じゃなくて、現場だ。
御殿場のアウトレットで安く買った。いくら？いくらだろう、でも1万円くらいしたやつが 60% オフだった。え、安っ。そう、めっちゃ安く買えた。マジ買い物上手だよね。いつも結構柄の服とか着るのが多いんですけど、確かになんか気分的になんか、今日はちょっと真っ黒でいきたいなと思って。あ、え、背中かわいい。あ、そうなんです、かわいい。あ、待ってください、このカバンを加えてもこうで。あ、そうなの？柄のカバンだから全部黒みたいな感じしたらおしゃれかなと思って。かわいい、お姉さん系だね。そう、ちょっと今日はそういうテーマにしてきました。下は、はい、H&M で買いました。あ、そうなの？あ、なんかいつものズボンかと思ったらポケットがこういう感じでかわいい。で、靴は、いつもダンスカバーとかに履いてるブーツなんですけど、長っ。これはそう、めっちゃ長いの。身長がめっちゃ漏れるからこの人に頼ってます。これはね、めっちゃ安くて、原宿のウィーゴ、地下にあるウィーゴで、1900円でした。安っ。もうマジで、もう見た瞬間に絶対買うと思って、いや、購入しましたね。かわいい。今日は真っ黒、お姉さんで。はるか今日真っ白コーデなんだよ。本当だ、真っ白と真っ黒ですね。オセロかって。灰色。はい。はい。じゃあ、え、かわいい。琴音ちゃん、やります？あまあ、そうなりますよね。抜け地ファッションチェック。あー、今日はかっこいい系なんですね。これは、まあ、まずいつものニット帽ですね。ちょっと最近ね、かぶりすぎて毛玉がやばいっていう。見えない見えない全然見えない。そしてこれは結構長いんですよ。やっぱシワが、シワがかわいい。これかと一緒でシワが。命、自由、愛だって。この虎強いね。虎大好きなんですよ。虎年だし生まれたの。え、そうなの？そうだよ。ウサギはウサギでる。え、え、食ってやる。これもベルシカのハンズボンです。あ、色が違うのね。それがめっちゃ可愛い。で、この丈のハンズボン欲しくて。マジ楽だよね。マジ楽。靴は、あ、靴。シルバーだ、可愛い。シルバー。G アイドルさんがモデルやってる。なんかさ、靴のさ、CM ってぐらい背がきついよ。マジ？じゃん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 。靴を買うなら AKCL。 最近小手さんはなんか中国系ですね、コーデが。かわいい、めっちゃ似合ってると思う。中華系ハマってます。一周回ってください。はい。なんか回りたくなってがすげえ。いけてるね。テーマは中国風ということですか？そうですね、中華系のストリートファッションです。いいね、いいね。中華系っていうのね、ご飯しか思い浮かばない。中華、うちもなんかすごい中華料理出てきたと思ということで、我々の抜き打ちファッションチェックでした。なんかはるかとうちは結構ストリートファッション系だけど、なんかちょっと違うね。ちょっと種類が違うストリートって感じがする、結構。確かに。今ほはもうギャルギャル、お姉さん系みたいなファッションですね。はい、次はいつファッションチェックやるんでしょうか。もうわかんない、読めないですにやるから読めないわ。はい、ということで、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、チェゴでした。バイバイ。